名探偵、コナン名探偵、コナン名探偵、コナンのアニメエピソード一覧名探偵、コナンエピソード、ワン小さくなった、名探偵、名探偵、コナンエピソード、ワン小さくなった、名探偵は、2016年12月9日に、金曜ロードショーで放送された、テレビアニメ、名探偵、コナンのスペシャル番組。キャッチコピーは、あの日、あの時、 それぞれの場所で一体何があったのか。名探偵、コナンのテレビアニメ放送20周年を記念して制作された2時間スペシャルエピソード。タイトルの一部となった、小さくなった、名探偵は、原作、第2話のサブタイトルでもある。アニメスペシャルとしては、2016年1月9日と16日に2週連続の、名探偵コナン第804話から、 第805話文で放送された、名探偵、コナンコナンと、エビゾー歌舞伎18番ミステリー以来11、ヶ月ぶりであり、こちらも、本作と同じく、テレビアニメ放送20周年記念で制作されたため、その意味のスペシャルアニメは、本作が2作目となった。また、通算話にカウントされない、金曜ロードショーにおける、オリジナル2時間スペシャルとしても、名探偵、 江戸川湖南失踪事件史上最悪の2日間が初作品として2014年12月26日に放送されて以来2年ぶりの同様のスペシャルアニメ2作目ともなる。制作は通常のレギュラー放送と同じく読売テレビが担当しているが金曜ロードショー自体が日本テレビの責任枠であるためスポンサーセールス全国への番組創出 CM 出し、提供クレジット表示はすべて東京の日本、テレビタワーで行われた。原作者の青山剛将も全面監修として制作に参加し、アニメ第1話、ジェットコースター殺人事件を中心に、主人公、工藤新一とヒロイン、毛利蘭が、トロピカルランドへ行く約束を交わした経緯など、様々な要素を追加した、新たな内容で描かれた。オープニングには、 その時点で原作で描かれていた幼少時から本作の時間軸までにあたる全エピソードの名場面が原作漫画風カットで流れ、セリフ部分にメインスタッフとキャストが紹介されている。2016年9月14日に制作が発表され、同年9月17日に予告動画が公開された。その後、同年12月9日の金曜ロードショー。 枠で放送されることが同年11月16日に発表された。本作では、ハイバラアイなど原作やアニメの第1話当時は登場前だった人物が多数登場する。なお、原作とアニメ双方の第1話に登場した主要人物は、工藤真一と、モ利リ・ラン、モウリ・ココロウ、13、黒の組織の人痘国家のみである。 本作の放送にて2017年4月15日公開の劇場版第21作から紅の連歌の特報映像が公開された。放送日と同日に小説版が小学館ジュニア文庫から発売された。読売テレビでは2016年12月4日から同年12月8日まで名探偵コナンエピソード1放送記念コナン傑作戦と題して 本作の放送を記念したテレビアニメ版の初期作品の再放送が行われ、本作のオリジナル予告編も頻繁に流された。本作はアニメシリーズ初の工藤新一役の山口勝平がオープニング、エンディング、公式サイトのキャストクレジットでトップになり、従来の主演である江戸川コナン役の高山みなみは2番目またはとめ表記になっている。また、 劇場版やスペシャルでオープニングにメインキャストクレジットがある場合は、従来表記されていた、モ利リ小五郎がクレジットされず、エンディングの全キャストクレジットでも第2画面に表記されているのも初めてのことである。本作のエンディングで第1画面は、新一役の山口、小南役の高山、モ利リ役の山崎和奈が表記されている。 関東地区での平均視聴率は10.7%を記録した。約4年後の2020年9月11日には2週連続名探偵、コナン祭りと題し、本作が金曜ロードショーで再度放送された。翌9月18日には江戸川コナン失踪事件史上最悪の2日間も同枠で放送された。全エピソードは原作、 アニメでの描写がほぼすべて忠実に再現されているが、どのシーンも新作されており、構図、演出も微妙に異なる。アニメ版と一致するセリフもすべて新読で、発表から現在までに声優が変更された、キャラクターも現在の声優で吹き替えられている。また、エンディングではこれまでのエピソードの一部がダイジェスト形式で流されている。以下、本作の時系列順に引用された、 原作、アニメのエピソードを記載する。黒の組織の研究室では、組織の科学者、シェリーがある薬の研究を行っていた。薬を投与したモルモットをモニタリングしていると、他のモルモットが全て死んでいるのに対して一匹だけ、生き残っているモルモットを発見する。工藤新一と、モーリーランは、米花水族館である事件を解決した後、キロについて、いたが、慎一が、 事件のトリックを考えている間に、ランの携帯電話をランのコートのフードに入れていたことを言い忘れて、ランがフードをこむろうとした表紙に携帯電話が速攻に落ちてしまう。新一は謝るが、ランが退化を要求してきたため、次の日曜日に携帯電話を買った後、ランが空手の都大会で優勝したら、今度オープンするトロピカルランドという遊園地に連れて行ってやる、と約束する。 一方その頃、アルバーでは、黒の組織のウォッカが、他のメンバーから、とあるネガを受け取っていた。そこへ、ジンが現れ、最近組織を嗅ぎ回っているネズミがいるらしいと言いながら、x y g と呼ばれるカクテルを差し出すと、ウォッカとジンに挟まれた男は動揺しながら、店を後にする。スパイであった男は、自身の車に爆弾が仕掛けられていると勘ぐり、 恐る恐るキーを差し込み回すが、何事もなく一安心する。それでもシートベルトのバックルに仕掛けられているのでは、と思い恐る恐る差し込んで何事もなくさらに一、安心し、シフトレバーを動かすが、その瞬間、車は男ごと爆破されてしまう。約束の日曜日になり、新一とランは携帯電話を買いに出かける。その途中、公園でサッカーをして遊ぶ。 子供たちにサッカーボールをリフティングしながら渡す。これを見ていたランは、新一にサッカーを続けていればよかったのにと告げるが、新一は探偵として体力をつけるためにサッカーをやっていて、本当に目指しているのはシャーロック・ホームズのような探偵だと言い返す。そんな話をしていると、ひったくり犯を捕まえてほしいという悲鳴が聞こえてきたので現場に駆けつけるが、そこには 和田ひながいたので、蘭は安心してその場を任せる。そこに鈴木その子が現れ、鈴木邸に来ないかと二人を誘う。三人が鈴木邸に着くと、世話孫徳とその夫人が来ており、三人は世話夫妻と挨拶を交わす。その時、世話の乗っていた電動車椅子が誤作動を起こし、壺の乗った台にぶつかりそうになるが、まあ、一発で蘭が助ける。 その様子を見ていた新一は何かに気づいたような顔をするが特に何もないと否定する。その後、ランは鈴木財閥の作った道義を試着させてもらうが、都大会には指定の道義があるため着られないことを話す。その週末の都大会当日、ランは順調に勝ち進み決勝戦に臨む。決勝の相手はあの和田ひなだった。二人は互角の戦いを繰り広げるが、 新一がめぐれ警部に呼ばれて事件現場へ行くことをランに告げると、ランは怒りのあまり力を増幅させ優勝してしまう。そして、この決勝戦より前の試合からその子が親友を一生懸命応援している姿を京国誠が見ていた。事件が解決し、新一はランと約束通りトロピカルランドに行き、そこでまたも殺人事件が発生してしまうが、 持ち前の推理力で見事に解決する。その帰りに、コースターに乗っていたウォッカの姿を目撃し、ランを置いてウォッカの後を追うが、ありがとうございます。